ック前進の皆さんです。今年の演舞は大阪の日本橋にある黒門市場を舞台としております。市場で一つ一つの出会いが全て宝物であるということを演舞を通して表現します。前進の合言葉の今を楽しめ、心から踊れを胸に全力で演舞します。戦士の皆さん、気合十分で踊っていただきましょう。こんにちは。大阪府は東大阪市を中心に活動しております近畿大学よさこい戦士と申します。この演舞が終わるとですね、その後メインガイドの方にもライトアップされた、メインの演舞の方があるので、そちらの方もぜひ足を運んでみてください。それでは、戦士2019年全部の宝物を披露させていただきます。OK! ご前後よろしくお願いします。次は日本橋、日本橋に。Let's go!
ありがとうございました。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 ちょっと MC の方ちょっとお話聞かせてください。逃げないで逃げないで、こちらへどうぞ。みんなで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 来てください。先週の皆さん、今回この作品なんですけど、クロモン市場を舞台としてということなんですが、はい、登場人物の構成をちょっと教えていただきたいんですけど。構成です。今後ろを見てもらったら分かるんですけど、黄色いのはちょっと無視してもらって、白いのが魚というパートでして、で、あのピンクの可愛い衣装が、お客さん、そして、あのちょっとあの高そうな服着てるのがあれが人狼って言うんですけど、人狼屋っていうのが大阪のその日本橋にテーマとさせていただいているクロモン市場で、あのお客さんを賑わせたり広告を楽器を鳴らしながら歩いたりする職業っていうか、そういう人たちのことを人狼屋さんで言って、それをちょっとモチーフにして作らせていただいております。